くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあじゃん、見てるくるぶしです。どうです。やったね、爽やかですね、今日も。いえー、ほんまにシンガーソングライター1モテる2人ですからね全員抱いてやろうか前にやったパイフェイス、うん、覚えてますか。うん、やめましょう、またちょっと汚れそうな、そのパイフェイスの続編というか汚れそうなじゃねえよあのパイフェイスが強力になって、登場したという。ダメだって早速今日はそちらを、ご紹介したいと思います。それはこちらです。下からパイフェイス、はい、パイフェイスの強力バージョン。でかいってパイフェイスキャノン。でかいって。チョコちゃんもともとキャノンユーザーだしねキャノンも好きよこれ前回と違うのが、前のはこう、そう ねその自分で、うん、セルフで次元爆弾回すみたいな感じだったね。そうそうそう、叩いてかぶってじゃんけんぽん的な感じなのかな。いや違うな、一方的やなこれそのドンキホーテでいつも750円だったんですよ。半年以上これを見てたんだけどまだ高えと思って、やっとですね、ドンキの方が折れてくれまして、なんとこれ500円。よし、メルカリで1500円じゃあチョコちゃんもね、早速一文字でまたワールドワイドに行くね世界に向けてかなあかんねやな。そうね、何するにも。じゃあ早速ちょっと開けて、はい、組み立てましょうか。シャキーン。おまずキャノンが、あ、かわいい。あ、これはこうオナホールじゃねえ電動ナホ、今度はレビューしましょう行くよ俺俺たちの嫌いな説明書入ってますか。いや、説明書が一切ない。やばいね、500円に、ね、値下げして説明書抜かれたかな、うん、細かい、この矢印的な。あ、これ何？ルーレットじゃないそれ。あ、ていうかルーレットがまずないんだけど。そうね。え？説明書ないよ。無いよマジで。じゃあちょっと雰囲気で一回作っていこうと思います。はーい。行きましょう。おう！ドンキよ一応内容物が異なることがあるって書いてあるんですけど、うん、純粋に足りねえ。そう、足りねえまずこの枠な、このそこに顔はめないといけない。前回の入ってたもんな。入ってた入ってた、うん、説明書もないんで、うん、そう、説明書入ってない説明書と、うん、その顔はめと、うん、ルーレット紙物やから、うん、一緒に入ってんやろね。そうね、ドンキちょっとこれはあかんぞ。あかんぞいくら安くしてるからってあかんぞ。そうね、ほんとに。じゃあ早速ね、うん、こちらの、未完成ではあるんですが、じゃあ何、ルーレットが本当あればあって、うん、その123っていう数字があって、はい、キャノンの距離が3やと一番遠くて、うん、1やと一番近いんですよね。あー、うん、それで回して出たあのカウントに、そう、距離にやって、うんうんうん、で、まあ、ぶっ放すんでしょうけど、うんうんうん、まあ、今回はもう均一に2の距離からでいいんではないでしょうか。うんうん。じゃあ、今回も早速ですよ。あの、デザートホイップ、甘さ控えめ。これなんとかならんのかな、これ。じゃあ早速やっていきましょうか。はい。はい。それでは行きましょう。レディゴー。なんだよ、これ。これよ、これ。これ、これ。じゃあ、ここに、生クリーム。あ、こんなもんでいいかな。はい、キャノンの、完成です。パイフェイスキャノン行ってみたいと思います出んのかなこれ。いつでもいいの。いつでもいい。
それはあかんぞ。あんま出ないね。しかももう飛び散る系やし、ドンキーかけてちょっと変わってみましょうか。変わってみようか。ちょっと待って待って、オタク。うちえらいことなるやんけ。反応悪い時はこう。うまいレディーゴー。こわこわ、まつなーまつなーまつなー。俺、顎なくなってない。やっぱいっぱい入れなあかんかったんや。あ、いきたいと思います。うわ、難しい。ふざけんなよ、ドンキ。見ましたけれども、どうですか、あの一応まあ、あのソーシャルディスタンスにはなってるゲームだなぁとは思うんですけど、まあね、うん、まあ、うん、距離感もそうねあるんで、ね、あのパイフェイスもそうでしたけど、これをもう一回洗って収納してまたやるっていうことはまずないよね。ただこれ買うとしたらいくらで買えます？ん、金払えこっちに。まあやったら楽しいけど、もうちょっとね顔に飛んできた方が、そうやね、うん、そのこのなんかさ、これもっと角度とかいろいろつけたらいいのにね。こう確かに、 こういう風にこれがさ、うん、固定やからさ、前後でしかないから、うん、位置じゃないと届かんね、完全に。やっぱそうね、うん、そんだったらもう顎も、そう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 、多分もうこの辺やな。そうね、うん、まあ楽しいは楽しいですけど、まあまあまあそうね、うん、おすすめはまあまあしないかなっていう感じですね、うん、家でやんなよ。はい、本日はですね、パイフェイスキャノン、買って遊んでみた、お送りしました。ありがとうございました。生クリームプレイさせて。俺結構好きです。愛なんだ。肉棒。赤いね。遊んでないね。